皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便りまたまたありがとね。とっても嬉しいですから。はい、そして気になるその本日の内容ですが、じゃん、わあ、本当ですか。キャー、キャーですよ。キャーっていうリアクションしちゃいますよ。そんなような一言です。まあ、簡単に言いますと褒め言葉になるんでしょうかね、これは。そうですよね、そういう風に受け取りますよ、僕は。はい、ありがとうございます。そしてこれ不思議とですけど、直接使うのはあまり聞いたことありませんね。直接使うっていうのは何て言うんでしょうか。例えばかっこいい場合ならかっこいいねとか言うじゃないですか。ただこれの場合はそういう風にも使えないんですよね、なぜか。考えてみますと、外国の方でしたら使うのは普通にありだと思うのですけど、日本の方が使うとなるとハードルが高いとなりましょうか。はい、とってもそのハードル高いんですよ、なぜか。はい、そうですね、やっぱりほぼ使わないと言いますか、全く使いませんよこれ。ええ、照れますよ、使うとしたら。すごく照れます。ただサンピアさんの中では僕がこういう風に見えていると、そういうことですよね。ありがたいですよ、本当に。そういえば昔ですけど、漫画のタイトルになったことありますよね、これ使った言葉で。あとはプロレスラーさんでこういう名前の方いらっしゃいましたよね、確か。どちらもとっても危なく言ってしまうところでしたよ。はい、その日本語訳を言ってしまうところでした。ですからポロリと言ってしまう前に、もうサンピアさんからのお一言言ってみましょうか。ではでは、サンピアさんよりの一言どうぞ。キューティーリス。